こんにちは、ルチカーレ店長です。よろしくお願いいたします。今回は大人気ジャブスアルキビオのマサッチョモデルの紹介をしたいと思います。もうね、ご存知の方多いと思いますが、改めてまたおさらいしますね。見たところデニム素材のノータックのきれいめスラックス見えるんですが、サイドにゴムが入ってます。これ両サイド入ってますね。サイドにゴムが入っているってことで、全体にゴムが入っているよりドレッシーに見えます。横側なので目立たない、ゴムのパンツを履いてる感じがしないですね。でも全体で10センチぐらい伸びるので非常に楽です。そしてベルトループもちゃんとつきます。なのでベルトをしてしまえばゴムっていうことは分かりません。でさらにニットとか着る場合ね、ウエスト部分が隠れるので、その場合はベルトせず紐で結んでいただいて、よりリラックス感を味わっていただける。でさらにベルトを着用する場合はこの紐邪魔になりますね。邪魔な場合は裏側から抜いて裏側で結んでいただくことも可能です。でもう一つね、マサッチョの大事な特徴がこちら、センタークリース。通常パンツっていうのはここに線をつけて綺麗に見せるためにプレスします。ただそれはね、履いていくうちにだんだん取れてしまうんですが、こちらはステッチで留めてあります。なので永久クリースと呼ばれる仕様ですね。これによってちょっとね、履き込んでもこのセンターのラインが消えないので、だらしない雰囲気にならず綺麗なシルエットをキープしてくれる、そんな仕様です。そして使用している素材、毎年スタンダードジャージーとか人気なんですが、ジャージーに次いで人気なぐらいのデニムジャージーです。めちゃくちゃ伸びますね。いわゆるデニスラ型、デニムスラックスという感じですね。綺麗めにも履けるし、休日のカジュアルにはもってこいのデニスラ型。そして形はマサッチョ、細くスポーティーに使いこなせる一品です。こちらも履いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、履いてみました。いかがでしょうかね。いわゆるデニスラ型です。デニム素材のスラックス、綺麗めに履けるデニムとしてね、大人の男性が使いやすいアイテムかなと思います。しかも形がマサッチョ、スニーカーにも合いますし、ドレススタイルにも合わせがいい、相性いいと思います。見た目の雰囲気とは違ってジャージーですね、めちゃくちゃ伸びます。かっこいいと思います。このあたりはね、やっぱ年間通してお召しいただけるアイテムだと思いますので、1本あってもいいかなというところです。ジャブスアルキビオのマサッチョモデル、ストレッチデニム、ぜひお試しください。